ラジオを聞いているあなたたち、バンドリに全てをかける覚悟はある？ある。ロゼリアボーカル担当、湊雪乃役の相葉愛菜です。皆さん、ハローハッピー。ハローハッピー。ハローハッピーワールド。ドラム担当、松原香音役の豊田萌恵です。日本放送がお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。皆さん、ガルパってる？ガルパってるよ。さあ、そして3月18日ということは、はい、私と工藤春とバンドリーガールズバンドパーティーのお誕生日を迎えました、うん、ウェーイ。そういうこと、めでたい。めでたいでございます。はい、バンドリーのスマホゲームバンドリーガールズバンドパーティーが7周年。すごいよ。だってさ、だから私が22歳の時から、うん、私22だったんだって思って。あれは今頑張って計算しようとしてるんだよ。今計算しようとしてるね。うん、あ、引き算して27なんじゃない。やっぱ27歳だ。やっぱ27だ。へー、時の流れって恐ろしいね。やばいんだけど、まあ、そらだか小学生もな、中学生になるんだよ。だから7年ユキナ、そしてカノンと一緒にいるってことだよ。本当だよね。7年ずっと喋ってんだよ。うわー、私本当なんかキャラ設定資料みたいなのを、うんうん、初めて見た時に、うん、私じゃないって本当に思ったの思い出した。確かに今でこそ、うん、もうアイナイコールユキナにはなってるけど、ありがたいことにね、アイナの中身を先に知ってたら多分、うん、アイナじゃないって思うかも、うん、私クール。だからアイナにさ、ユキナをやらせようって思ったのすごいよね。いやー、キドニさん、うん、キドニさん。なんかこう、もともとのさ、やっぱプロレスのイメージとかだとさ、そうだよね、こう元気でさ、うん、どっちかっていうとこうパワーがあるタイプのキャラクターを当てがいそうだけど、あえて真逆の無口クールにしたっていうのが初めてだったから。声優のお仕事自体初めてだったんだっけ。そう、そのこの自分が響きに入るって決まったのがロゼリアきっかけだったから、そっかそっか、その、うんうん、まあ、オーディションというかさ、うんうん、ボーカル探してるっていう話から、そのあげまつさんの前で歌うっていうのがあって、 それが決まって響きに入るってなったから、うんうん、最終的には別になるんだけど、うんうん、きっかけはユキナだったから。そっか、だからもう私の本当にスタートが本当に湊とユキナだったんだよね。だからお話しいただいて、そのユキナが決まった時に勉強したというか、うんうん、クールな人の映像を見たりとか、クールなキャラクターを見たりとか。誰見たんだろう、クールな人の映像。誰かな。クール、クールな人、すごい見た。でも一個の例としては、うん、エヴァンゲリオンの綾波で、あ、はいはいはい、確かに確かに、クールだわ。レイ様、人間で考えたら誰だ、ガクトかなとかしか思う。本当にガクト、ガクト。ね、待って、もろい。私はガクトを見たの。本当にガクト参考したんだ。うん、クール誰かな。あと曲とかも、イメージとかも、そうだったから、ちょっとビジュアル系じゃないけど、そうそうそう、やっぱロックだけどみたいな、うんうん、であのゴシックな感じだったから、うんうん、私の中の知っている引き出しブワーってやったら、ハイド様よりはガクト様かなと思って。イメージ的にはね。そうだけど、そっから7年。いや、感慨深いですね。え、カノンちゃんはどうだったの。カノンちゃんは、うん、でもそうね、そこまでギャップは感じず、うんうん、最初からやりやすいキャラクターではあったけれども、でも、うん、萌え氏ではないもん、ね、私ではない、全然。そうだよね。だからもともとその引き出しはあったけど、だから萌え氏もだからタイプで言うと自分とは違う、うん、真逆真逆。そうだよね、うん、振り返りたくなりますね。なりますね。はい、はい、ということで今回はね、うん、そんな記念すべき日に、はい、バンドリマニアッククイズです。やばいよ、試されてる私たち。7周年、7周年お祝いって言ってんのに、今ちょっと思い出語った上でクイズ来ちゃうんだから、すごいフラグみたいになっちゃってるけど、はい、やだやだ、答えちゃいますよ。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールアドレス bdp@1242.com、 bdp@1242.com、 また番組公式 X アカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけて、どしどしご投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。
パステルパレットでアイドル。無敵の笑顔でラスメディア、知りたいその秘密ミステリア、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べたい、好きな本は、遊びに行くならどこに行くの、何も食べてない、それは内緒、何を聞かれてものらりくらり、そう簡単とだけどさんさんと、嘘で見えない秘密は蜜の味、あれもないないない、これもないないない、好きなタイプはいてる、さあ答えて、誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か踊りプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ドリーマーズチューン、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、皆さんから届いたメールをご紹介していきます、はい、ちょっと今日お悩み届いてるって、あら私たちのあのラジオを聞いてお悩み送りたいって思った人いたんだね、ありがたいです、ね、はい、ラジオネームアメリアタイムさんからいただきました、ありがとうございます。相葉さん、トヨタさん、こんばんは。こんばんは。大学生で春休みを楽しんでいるのですが、自分の中で悩んでいることがあります、うん、夢の声優になることを目指すべきなのかということです、うんうん、相葉さんに憧れてこの夢を見つけましたが、すごい、ありがとう。親に反対されそうで怖いです、うん、一歩踏み出すアドバイスあればお二人に聞きたいです、うんうん、そしてですね、なんとまた同じような、あら、ラジオネームかぼちゃとさつまいもたっぷりのシチューさんからいただきました。おいしそう、ありがとうございます。アイバイナさん、トヨタモエさん、こんにちは。こんにちは。普通音なのか微妙な気がしていますが、シンプルに相談です、うん、今看護学生なのですが、声優に昔から憧れてはいたもののならないと思って諦めていたのですが、うん、看護学生になり関わる人に声を褒められることや息抜きとして見たり聞いたりしているアニメやラジオによって声優になりたい欲がどんどん強くなっています、うん、しかし20歳といった夢を終える年でもなくなってきたのかなと思っています、うん、声優のお二人ならどうするのが今の最善だと思うのか聞きたく初メールを送らせていただきました、うん、あと普通に毎週聞いていて毎週の楽しみにさせてもらっています、ありがとうございます、と。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人が20歳は若いですよ。だってさっき冒頭のアイナ聞いた、アイナ27歳からそうよこのお仕事を本格的に始めたって言ってたよ。私響に入ったの26歳、うんって思うと全然よ、全然年齢であんまり縛ってほしくないな自分のことっていう、ね、まあ、最近若くね、いろんな業界若いのが、まあね、当たり前みたいになってるから、なってるけど、これはもうあと、うん、自分でネガティブなこと言うとそっちの方に引っ張られちゃうから、そう、もうあの叶うことしか想像してない私、ね、あとは看護学校行ってるんだよね、うん、だったらまずはかぼちゃ&さつまいもシチューさん、うん、クリアクしたけどは、うん、もう看護学校せっかく行かせてもらってるなら、うん、そこはちゃんと卒業した上での方が、そうか、学生か、うん、なんかもったいないかなって思う、うんうん、すぐ辞めて声優の道開け行くのもいいと思うけど、うんうん、私は逆に言い方悪いけど、うん、本命を声優にするのであれば、あの滑り止め感覚で看護学生続けて、うん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 、で
オーディションを受けるなり、あ、その間にね、その間に多分その併用して学校は通えないじゃん、専門学校、うん、専門学校は、うん、だから声優の方は専門学校に行くっていうよりかはもうオーディション、うん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 、私の場合完全そうだったから、その養成所に入るっていうよりかはもう事務所がやってるオーディションに直接申し込んで行っちゃってねっていうパターンで入ったから、うん、その必ずしも専門学校に行く必要ってないと思ってて、うん、なんで看護学生続けながら事務所でやってるオーディションとか探して自分が入りたいなってとこ見つかったらそこにトライしてもらって受かったら辞めるでいいと思う。 あ、 あと気に入ってもらえたらさ、その事務所にぜひ来てくださいってなった時に、うん、まあ、実は今看護学校行っててって言って、うん、理解あるところだったら、あ、じゃあ看護学校通いながら、うん、通いながらでもいいよって言ってくれるところもあるかもしれないし、しかもなんかそれが強みになるしね、看護学校やってました、そうだよ、ましたが本当にやっててそんなこと今マジでないから、うん、知識にもなってるだろうし、しかもそれがプラスになんかなると思う、人助けできるからね、うん、であとこのアメリアタイムさんは大学生、大学生で親に反対されそうで怖い、反対されても関係ないって私は思っちゃうけど、そうなんだよね、だいい子だよねある意味ね、うん、でもそのいい子じゃなくてもいいと思う私、まあ、私はちょっと前の時代に戻るけど、うん、と私はプロレスはやっぱり反対されるかなって思って、でも反対されて も、うんうん、もう正直もう縁切る覚悟ぐらいで言ったから、ね、うん、私プロレス行くわみたいな、やるわみたいな、なんでってさ、なんでと言われたけど、うん、いややってみたいねみたいな、うんうん、好きやし、うん、みたいな、うんうん、宣言だけはしとくね、そう、ただこれ難しいのはさ、うん、親のサポートが必要だったら、まあ、金銭面的なものとかね、時間的とかいろいろ送り迎えとかね、そう、サポートしてほしいってなると、うん、縁は切れないけど、うん、それによってまた頼み方も変わってくるとは思うけど、そうね、でも反対されそうで怖いんだったらもう言っちゃった方がいいと思う、ね、反対されたらその時はその時で考える、どうやったらじゃあ説得してく、うん、なんかだ、まず動いてみるだね、全てにおいてね、あとはどれだけ本気かっていうのを伝えるのがいいかもね、うん、やりたいなって思ってる気持ちが少しでもあるんだったらすぐに行動して、うん、臆さず、そうね、言われるかなとか周りの目を気にせず、うん、突き進んでみてください。反対されたらまたメール送ってきな、はい、はい、待ってます。いいんじゃない、なんかめっちゃちゃんとやっぱ実体験があるから うちらようやくなんかお悩み相談できたんじゃない、お悩みできたかな、はい、はい、ということでお悩みを相談乗りました、はい、バンドリ全てをかける覚悟はバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、続いてはこちらのコーナー、ドリーマーズチューンマニアッククイズ、知る人ぞ知るみたいなバンドリやガルパのマニアックなクイズ、その他バンドリなぞなぞなどを送ってください、うん、私たちが2人が挑戦しますということで、さあ来い、いきます、はい、これは答えられるんじゃないでしょうか、ラジオネームセンシュンさんからいただきました、ありがとうございます。クイズです、はい、バンドリガルパの主要キャラクターは、うん、ラスを除いて名字が東京23区内の地名で統一されているのはご存知かと思います、うん、ロゼリアのメンバーの名字は港区、うん、ハローハッピーワールドのメンバーの名字は世田谷区の地名にそれぞれ統一されています、うん、では問題です。迷子のメンバーの名字、高松、千早、金目、長崎、椎名は東京都の何区の地名でしょうか。バンドリを知り尽くし、そして都会に染まったお二人は選択肢いりませんよね。やべー、え、いける、アイナいける、私、うん、え、分かったか、え、本当に言ってみ、え、いいですか、うん、豊島区、すごいじゃん、握手しちゃった、ちょっとびっくりして握手しちゃったわ。絶対萌氏は今髪を欲しかったんだろうけど、私は今手を差し伸べた。これは椎名、うん、町、はいはい、金目町が豊島区なのではと思って、うん、なるほどね、椎名町はちょっと怪しかったけど金目町の豊島区がめちゃめちゃ自信あった、すごいわ、あんまり仕事でも行かない場所だからさ、そうだよね電車で通るか通らないか、私住み立ての時に東京に、うんうん、住み立ての時にその金目町を通ってたから、なるほどね、そう、それだ、じゃあ続いての問題いきましょうか、はい、
プラチナ R さんからです。はい、アイバさん、トヨタさん、こんばんどり。こんばんどり。今回はガルパから問題を作ってみました。商店街のエリア会話で、ナマコ嫌い、なんか変な味するからというアコに対してリンコが返した言葉は何でしょう。選択肢なし。うん、リンコのモノマネで答えたらポイントが高くなるかもっていう。ポイント制じゃそもそもないんだけどなっていう。そもそもポイント制じゃないんだけどな。ナマコ嫌い、ナマコ変な味するからという。かわいそう。え、ナマコがかわいそう。違う。テイストが合ってる。ナマコに失礼だよ。でそっち系ってことだよね。うん、あ、でも、え、ナマコかわいいよ。さすがロゼリア。マジ今日私やばくない？ナマコ食べちゃうの？かわいいのに。が正解でした。ちょっとごめんなさい、今日なんか優秀みたい。7周年目のアイナはいつもと違うよ。行きます。はい、ラジオネームゆきちさんからいただきました。はい、ありがとうございます。マニアッククイズです。ガルパピコ一期第21話。はい、あの演出ってワクワクするよね。で、うん、ゆきなさんがサークルに向かう途中で拾った猫たちを元いた場所に返した時に言った猫たちの名前を全て答えてください。全部で4つです。わ、でもこれゆきなセリフ言ってるでしょ。私言ってた。これもうアイナ向けよ。もうこれアイナ向けの問題だ。逃げんなよ。ねえ、いや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 、これだって自分で言ったセリフですからね。タマ。お、天才じゃん。ポチ。ポチは犬か。ニャー。覚えてないユキナ。絶対覚えてない。全然覚えてなかった。タマはタマっぽいなって思って。ユキナがつけ、日本語ですか。タマ除いて後に日本っぽいって。小雪。笑ってる笑ってる、爆笑してる。スタッフさんバカウケです。キャット。近い。マカロン。ちょっとちょっとごめんなさい皆さん、鼓膜大丈夫。ちょっとテンション上がっちゃった。やっぱ猫のおしゃれ名前といえばもうマカロン。いやいやいや、おしゃれキャットよ。いやいや、おかしいよ。おしゃれキャット、マカロン。いやいや、一回目で当てる。嘘でしょ。当てちゃったよ。嘘だろ、おかしで。タママカロン、あと2つ、あと2つが日本っぽいんだよ。ザ猫の名前、タマ以外に猫の名前。タマ以外に猫といえばの名前ある。タマ以外に、つくね。ちょっと私の友達の猫の名前言ったんだけど。それなんかキャラクターになったりもしてますか。有名なキャラとかいる。キティもしかして世界的すぎた。もしかしてちょっと相手が世界的すぎた。日本のお菓子、和菓子のはず。桜餅。みたらし。え、和三盆。ハイセンスすぎない。あ、たま、マカロン、和三盆。かわいい、心かわいい。ゆきな、かわいい。わらび。わらびお菓子じゃないって。そもそもわらびお菓子じゃないって。何、きなこ。いそうだよね。いそう。猫ちゃんの名前絶対きなこ。いるよ。多いわ。ひらがな三文字。すすもも。うわ、だって駄菓子屋さんにあるじゃん。すから始まる。知ってるそれ。もうもはや知らないかも。相葉さん不安だって。え、すあすすあま。何それ。ほら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 。え、すあま。ほら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 、やっぱアイナ知らなかった。そんなこと言ってた。すあま。え、でも確かにあんまり食べないかもしれない。何か分かってないよ。すあまをね。すが名前だと思って読んでるからね。名前だと思って読んでるから。あと一つで、これ王道の名前でしょ。みーみーちゃん。みーちゃん。みーちゃんメジャーじゃない。メジャーじゃない。メジャーじゃない。みーちゃんって。みこ。みーみき。みか。みき。みく。みけ。みけ。おもろいまだ。みけ。みけ。間違いない。ミケ猫。ミケだ。絶対に猫といえばミケじゃん。なんでミケだ。絶対ミクじゃないじゃん。ちょっと待って、答え。ミケ、タマ、マカロン、スワバ。ユキナさんを演じている方なら朝飯前の問題でしたね。一番苦戦してた。ユキナさん誰が演じてるのかしら。もうやっぱ2枚で終えるべきだった。集大を晒して終わってしまった。余裕で
で解けるかと思ったんですけどね、はい、以上ドリマーズ以上ドリマーズチューンマニアッククイズでした。はい、では曲紹介お願いします。はい、ロゼリアで乙女解剖。乙女解剖で遊ぼうよ、ドキドキしたいじゃんか、誰だって恥をしたい、大会がいいんだって知ってあの夜から。こんばんは、今平気かな、特に言いたいこともないんだけど、もうあれやこれや浮かぶ、いいな、君がいなくちゃどれでもないや、仮面どうしでいちゃついてら、ずんずん恋と表記せず、気持ち大体靴は美形線、そんなにもかもに迷子顔に涙流して、その別を半目開きでニャンニャンする、やばいことも全部君の元へ添付、辛いことほど分け合いたいじゃない、この数字から逃げたい、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。ここでお知らせです。マイゴフォースシングルさすらい回想が3月20日にリリース。ブルーレイ付き生産限定版には昨年8月に開催されたフィフスライブ迷うことに迷わないの映像が収録。初回生産分にはポッピンパーティーと迷子の合同ライブのチケット二次選考抽選申し込みも封入されております。リリースまで間もなく、ぜひチェックしてください。アフターフローミニアルバム忘れらんない日々のことが4月3日にリリース。グッズ付き初回生産限定版にはジャケットイラストを使用したオリジナル T シャツが付属しています。約1年ぶりの CD リリースをお楽しみに。テレビアニメバンドリーいつ迷子ブルーレイが上下巻ともに4月17日に発売。本編映像に加えて付属の CD にはオリジナルサウンドトラックと、それぞれ音源初収録となるクライシックによる人間になりたい歌春日陰も収録。初回生産分には7月に開催予定の迷子6th Live 2days の最速先行抽選申し込み券も封入されております。豪華ブルーレイご予約はお早めに。6月15日16日東京ガーデンシアターにてレーザー水蓮ライブ2024エッセンシャルズが開催。人気曲が詰まった単独ライブ、ぜひチェックしてください。バンドリと東海道新幹線がコラボ。東海道新幹線で行くバンドリライブ好評開催中です。東海道新幹線車内やライブ会場で聴けるオリジナルボイスストーリー。コラボ期間内に東海道新幹線に乗った方は指定のライブ会場内で書き下ろし缶バッジが手に入るチャンス。迷子大阪公演に行く方は特にチェックです。現在ガルパではライブトライイベント桜サークリングパーティーが開催中です。イベントと同時にパステルパレットのカバー楽曲アイドルが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。また3月16日よりガルパリリース7周年を記念し、期間中にログインで最大スター7000個のプレゼントや最大200回分が無料で引ける7周年記念1日10回無料ガチャなど、さまざまなキャンペーンを開催中です。皆様ぜひというか絶対ログインをお忘れなく。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式 X をチェックしてください。以上番組からのお知らせでした。アイバイナとケイタモエンがお送りしてきたドリーマーズチューン、エンディングのお時間です、はい、ということで
今回もいっぱい話したね。はい、ちょっと取れ高たっぷりでした。はい、ということで楽屋裏は何話すんでしょう、お楽しみに。番組ではメッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス bdp@1242.com bdp@1242.com。 普通歌はもちろん、私たち2人へのおすすめ、お悩み相談、ドリーマーズ川柳、マニアッククイズなどなど募集しております。また番組公式 X アカウントをフォローして、ハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日3月19日火曜日17時から配信です。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手はアイバイナと豊田萌でした。それではバイチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。